この下から見るとすごいですよね、この突き出たやつね。あれ、錆止め塗装とかする大変だね。ではね、この通りをちょっと見ながら帰る。で、昭和30年、だから私が10歳年上、だから65歳。ビリケン、あ、これビリケンカステラ、人形焼きなんだ。二度漬け禁止とは関係ないね。この辺が、ね、通天閣の街ですね。ビリケン、救急車来てるけど、うわ、あれすごい看板だな。この手のあビリケンマスク、あの階段すげえな。魚、船が突き出てる。ジャンボ、まあ、魚食べないんでね。全国の周りでみんな串カツなんだね。さすが。麻雀屋さん未だにあるんだ。看板すげえな。こんな看板なかなか日本中に来られたくのもないですね。すごい、みんな記念撮ってる。すごい。お、ビリケン。あの階段はどうなの？いや、きつそう。お、横綱。うん、横綱通天閣剣。ビリケンが相撲の格好してますね。なんですね、温泉ワールド。ちょっとね、階段きついんで抜け道でも、この裏通りもなかなかのもんですね、うん、大阪新世界横丁ということで、元の商店街に帰ってきた。じゃああとは大通り出て、あべのハルカス向かいます。大阪の商店街ですね。上がね、環状線、うん、この手のものは東京にもありますね。有楽町とかあの、ね、うん、なんか怪しいな。ここも商店街なんだけど、ちょっとね、暗いかな。駅前のラーメン屋さん、500円。大阪環状線、大阪の若い人みんなこう走るんだね。建物がアベノハルカです。どうもね、形的にはランドマークタワーの方がかっこいいような気がするな。で、もうちょっと近づきましょう。アベノハルカスにだいぶ近づいたんですが、この辺りは大型の建築物が多いんですね。大阪市立大学病院、医学部附属病院、大学病院ですね。またこれがすごいでかい
これね、あべのハルカスでね、坂道上がっていくんですね。で、今度来るときは、あべのハルカスと通天閣を並べて見学する際には、先にあべのハルカスを行きましょう。で、こういう方結構ね、下がってさ、ちょっと独特ですよね、町が。全然ハルカス下まで来ましたね。近づくとやっぱりそこそこ高いね。で、すごいイルミネーション。ルシアスビル、ルシアスビル。こういう吹き抜け橋ができた。このデザインなかなかね、鉄骨をこう囲んでるんですね。まあ今度は見ることにしましょう。これね、広島に行くのあったな。